ちは。こんにちは。こんにちは。さあ今回ですね、はい、まあ何かとこのチャンネルでもちょこちょこちょっと、はい、たまに名前が出てくるんですけども、阪神の藤浪投手がちょっと今ですね、ちょっと載ってましてのニュースが、阪神藤浪無期限での2軍行き決定、4回無安打も4四死球と大荒れ、で、藤浪投手自分にがっかりですねコメントもあるんですけども、はい、なんか内容を見たら、まあ無安打だったらしいんですよ、もうしっかり抑えたらしいんですけど、でもその分、結構暴投が結構多かったらしくて、それでデッドボールもあったということで、はい、二軍行きが決定したということですね。期限、まあ、藤浪って阪神の面を握ってるというかさ、はい、藤浪が投げれるしっかり投げれたらさ、はい、なんていうの、順位に関わってくるよね。あ、そうですよね。いないとじゃ大きな違いになってくると思うんだけど、うん、長いよね、例えばスランプになって、はい、で人に聞くと藤浪は技術的な欠陥だって言ってるんだって、ね、はい、だから技術的なことを直せば俺は投げれると思ってるんだって、だけど俺はもう最近これまで長いんだったら、俺心の病だと思うんだよ。わかる、はい、だから技術的な欠陥っていうのはある部分を部品を変えたりとかさ、はい、まあ、簡単に言えば、まあ、使い方を変えたりとかすれば、はい、治っていくもんだと思うんだけど、はい、ここまで治らないっていうことは、はい、俺はやっぱ精神的な部分だと思う、考え方とかさ、はい、だからそれをやっぱり一回誰が、まあ、身近な人でもいいから、まあ、藤浪が素直になって打ち上げてみるといいかもね。人間ってやっぱりまあ、思考の動物で、はい、フィクションじゃない、はい、こうなりたいとか、はい、夢を描くわけだ、はい、だけど藤波の場合はフィクションまでいかないで、はい、考え方の問題だと思うんだ、フィクションを描く前の段階で、はい、ちょっと間違ってんじゃないかなっていうような気がするんだよ、ここまで悪いと。なるほど。だって長いもん藤波って言われて、そうですね、ということはやっぱもう思考というよりも心だよね、の病にかかってんじゃないかなっていうような気がする。あ、だからイップスってさ、はい、心の病だって言うじゃない、はい、例えば投げる瞬間に前回冒頭投げた映像が頭に浮かぶとかさ、はい、だから投げられなくなっちゃう、はい、まあ、そういうことじゃない、でもそういうものも全部取り除かないとだから復活がないような気がしてならない。なるほど、ね、だから高校の時に、はい、春夏連覇だっけ。そうですね、2012年ですね。でしょ、そんなピッチャーがこうなるっていうのは、技術的なことだったらもう完全に治ってるよ。はい、そうですか。俺は、そう思う。打てないバッターが技術を直す、技術を加える、それによって打てるようになる、ピッチャーがね、スランプ、球が走らない、はい、ね、こうやったら走るようになったとか、そういうことじゃないじゃない。もう、これはもう何ですか、こう投げながら直すのか、一旦もう投げないじゃないですか。投げなくてもいいよね、だからもうとにかくもうなんていうの、ランニングばっかりとかさ、はい、そういうなんか一つに入っていった方が治るような気がするけどね。なんか走らなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、こっちもやらなきゃいけない、はい、ね、それよりもなんか一つに没頭させてやった方がいいのかなっていう気がするよね。だからそれにはもうマンツーマンでカウンセラーみたいなのでつけて、はい、もう本当に腹を割って話させるようにしてみたいな、なかなかこう自分の弱みを見せるっていうのはさ、人間ってしないんだけど、はい、でも信頼関係をちゃんと構築させれば自分の弱みも分かってもらえるんだったら話すじゃない、はいはい、だからそっからなんかスタートしたら、例えばそういうものが治ったとしたらね、素材的には抜群なわけだ。素晴らしいピッチャーですからね、だから持ってこのまま終わってしまうんじゃないかっていう不安があるよね。もったいない。いやもう一度ちょっと、まだめちゃくちゃ若いですから。若いですよ、まだ。だからまあ球界の宝だしさ、もうそれだったらまあ、例えばよ、パ・リーグに出しちゃうとか、ああもう対戦しないように、はい、阪神も、はい、そら藤浪だって投げにくいだろうし、はい、
で武者修行というか、うん、そういうの一回出してみてもいいよね。なるほど。まあレンタルみたいな感じで1年間ちょっと頼む面倒見てくれみたいな。はい。だ阪神の環境が良くないのかもわからないし、一度環境を変えてみるっていう、はい、だから阪神の悪いって言ってるんじゃなくて、はい、そこに合うか合わないかって人によってあるじゃないですか。そうですね。はい。それから戻ってくるという、はい、ちょっと苦労するかもわからないけど、はい、一回違う環境に入れるとまた一からだからやり直さなきゃいけないし、はい、まあ、そしてまた戻ってくる、うん、まあ、そういうことをした方がなんか彼のためにもいいのかなって思うようになってきたね、うん、そうですね。だから、はい、なんていうのかな、ちょっとなんかリフレッシュしてほしいな。そうですね。